アレクサンドロス・ヤンナイオス時代のハスモン・アサ、紀元前103年征服した領域、アレクサンドロス・ヤンナイオスは、古代イスラエルを統治した、ハスモン・アサの王。本来の名前は、ヘブライ語でヨナタン、またはイエホナタン。王に即位する時には、ヘレニズムに被れていたために、ギリシア語風に、アレクサンドロス・ヤンナイオスと合した。ヨハネ・ヒルカのス一世の子として生まれたが、 父にはうとんじられ、ガリラヤに送られて育てられた。兄アリストブロス一世が即位すると、投獄された。兄の死後、兄嫁のサロメ・アレクサンドラとの結婚を経て、イスラエルを統治した。その知性において、ユダヤ人たちの中には、ヘレニズムの影響にどっぷりと使っていく、ハスモンアサの統治者たちを苦々しい思いで見ている、者もいた。祭司たちからなる、 サドカイ派は、ハスモン家を支持しており、互いの利益を図っていた。これに対して厳格派ユダヤ教徒を自負したファリサイ派は、ギリシャ文化の影響を受けていた、ハスモン家を厳しく非難していた。また、王家の中でも、兄弟たちの間での権力闘争が絶えなかった。ヤンナイオスは、シリアに上陸した、エジプトのプトレマイオス9世と激突し、アソフォンで交戦した。 プトレマイオス側の戦略家フィロステファノスはヨルダン側をあえて溶過することでユダヤ軍を撃破した。プトレマイオス9世はユダヤを荒らし回ったが、プトレマイオスの母で彼と敵対するクレオパトラ3世はプトレマイオスを攻撃し、シリアから追放した。ヤンナイオスとクレオパトラはスキュトポリスで同盟を結んだ。その後、ヤンナイオスはガザを攻撃し、 激しい抵抗の末に占領した。ヤンナイオスはガザを徹底的に破壊した。ヤンナイオスとファリサイ派、民衆の関係は険悪であったが、カリアンの祭りの際に人々がヤンナイオスを侮辱すると、彼は約6000人を処刑した。結果として、ユダヤ支配の復活を目指したセレウコス朝の王、デメトリオス3世がファリサイ派を支援する形で内戦が勃発。 サドカイ派と組んだヤンナイオスはファリサイ派や、シュジュの反対勢力と武力衝突に至った。しかし、軍事指導者としての才能があったヤンナイオスは、各地で勝利し、反対派やファリサイ派の要人を捉えては、残酷なやり方で処刑した。彼はけたちと祝宴を張りながら、800人を張り付けに処し、その眼前で祭司を殺害したという。 アレクサンドロス・ヤンナイオスはファリサイ派に対抗する、味方を増やすため、エッセネ派とも接近したと伝えられている。クムランから発見された司会文書の中には、ヤンナイオスを称えていると考えられる祈りがある。ヤンナイオスは、内戦に勝利した余勢を買って、領土拡張を図り、プトレマイオス朝と戦っては、南西方向、ヨルダン川東部地域に領土を拡大した。 ヤンナイオスはなおも戦いを続けたが、ラガバ要塞の包囲攻撃中に沈没した。49歳であった。彼の拡大戦争により、ユダヤ人国家は、ソロモン王以来の広範な領域を統治する国家となった。その後のイスラエルは、妻のサロメ・アレクサンドラが女王として統治した。ヤンナイオスは、遺言で、ファリサイ派に権力を与えること。 自分の死体を彼らの思うままに処分させることを命じた。これによりファリサイ派の敵意を収め、アレクサンドラが安定した統治を行えるようになったという。ファリサイ派はヤンナイオスを称賛し、盛大な葬式を取り行った。ありがとうございます。